ルーマニア国立図書館は、ルーマニアの国立図書館である。ルーマニア国内の観光物のすべてを収集するように、努めている。42カ通りの旧館1986年から、ピアツアウニリリとネルバトライアンの間にある広大な土地で、図書館の建設が始まった。当初の主任建築士は、セザール・ラザレスクだったが、建設が始まった同年に死亡する。 1989年には建物の一部が完成あるいは十分な進捗を見せていたが財政難のために工事が中断してしまう。2009年にプロジェクトが復活し文化省に割り当てられ2011年12月15日に竣工した。翌年に開館した。国立図書館は文化省の監督下にある文化施設である。その目的は文章購入。 保存し、研究学習のために公開することで、国内の出版財産を守ることである。1995年文書法廷の本法に、基づき、ルーマニア国内の観光物及び、ルーマニアの法律によって設立された企業の観光物は納本しなければならない。それぞれ納本しなければならない部数は、図書、パンフレット、築次観光物の小6は7部。 築地観光物自体、行政資料、教科書、CD や DVD といった視聴覚資料は発展であり、その他、学譜、ポスターマイクロフィルム、機構書、博士論文に至るまで細かく納本部数が定められている。これらの納本は日本のように代償金を請求することはできない。ルーマニア国立図書館は以下の資料を保存している。ありがとうございます。